食品消費期限切れ問題とは2014年7月に発覚したアメリカ合衆国の食材卸ろし大手 OSI グループ傘下にある中華人民共和国上海市の現地法人上海副帰食品の製造をおした食肉が消費期限切れであった問題である。7月20日に上海市のテレビ局東方 A 市が潜入取材して放送された報道番組において明らかとなったもので 上海市当局により営業停止となった。当局は組織ぐるみとの認識を示し、23日には警察当局は工場責任者など5人を拘束した。問題となった工場は上海市家庭区に食肉加工工場を置く上海復帰食品である。工場を運営する会社は OSI グループの参加である上海福祉食品有限講師である。工場では すでで肉を扱ったり、半月ほど期限が過ぎた肉を製造ラインに通したり、床に落ちた肉を機械に入れて、そのまま製造して出荷された。中には、半年の期限が過ぎたものも含まれている。期限が、半年経過して、青色に変色した肉については、ミンチにして包装し直し、保存期限表記を一年強に書き換えられた。この半年経過した、期限切れの肉は、 材料として再利用していた。この他に出荷される肉は本来では冷凍保存されているものだが75箱が解凍状態で保管されている現場も発見された。これらは不良品となり廃棄されるものだが工場ではこれを廃棄せずに5%の割合で生産ラインに戻し材料として再利用していた。この時撮影された工場内の動画では 混ぜても見た目でわからないと実体の隠蔽をほのめかす会話がされていた。また、2013年5月に同工場で製造され、その後返品された製品の包装を変更し、製造日を2014年1月に改ざんした上で、4396箱を出荷したことも判明している。同工場では、期限切れの肉を再利用することは、長年の一貫したやり方で、これらは、 上層部の指示によって行われた。工場への立ち入り調査はマクドナルドなどによって頻繁に行われているが、工場側では検査の2日前になると現場で不良品混入を見せないようにといった隠蔽指示も出されていた。上海市当局はこれを受けて、工場への立ち入り調査を行い、食品会社からデータのコピーを実行した。 しかし調査の途中でネットワークサーバーが切断されたことを明かした。当局は直後に会社のパソコンを押収したことに加え、品質に問題のある材料を加えたことを示す書類などが発見された。上海市公安局は2014年7月下旬から8月上旬にかけて幹部職員6人を拘束し、違法行為の事実があるかの捜査を進めた。 その後の8月29日に中国当局は上海福祉食品の幹部職員6人を偽物で粗悪な製品を生産、販売した疑いで逮捕した。7月の問題発覚から工場は創業停止し、上海福祉の従業員には有給休暇が与えられていたが、9月22日には従業員340人が解雇された。 同工場から出荷された食品の供給先は、日本以外も含めて、マクドナルド、ファミリーマート、吉野屋、スターバックス、ケンタッキーフライドチキン、ピザハット、バーガーキング、セブンイレブン、サブウェイ、イケアにも上るとされている。しかし一方で、イケア、ウルは、同工場から仕入れていないことを明かした。これに加えて、ドミノピザとサブウェイも、同工場との取引関係を否定した。 この問題が発覚した半年前である2014年1月に同工場内で不正が行われていたことに関して従業員が内部告発をして上海復帰食品側が全面勝訴したことが判明した従業員は1年前から工場での品質管理を担当しており製造日の改ざんを強要されたとする訴えだが上海市化テイク人民法院は従業員の訴えを退けて 上海福祉食品側が勝訴した。上海福祉食品の食肉加工品の総輸入量は2013年7月から翌年2014年7月までに合計6000トンが輸入されたことを厚生労働省が明かした。2014年7月21日には日本マクドナルドで販売されているチキンマックナゲットに期限が切れている鶏肉が含まれている恐れがあるとして、 販売が中止された。これに該当する商品の供給量は日本マクドナルドで販売されているチキンマックナゲット全体の約2割に上り、およそ4300トンと日本への総輸入量の大部分を占めている。これを受けて7月25日、日本マクドナルドは同会社からの食品の調達を中止したことを発表した。その後、対産のチキンナゲットに変更されたため、 7月23日には、すべての店舗で通常通り販売が再開された。期限切れの軽肉使用問題の発覚を受けて、日本マクドナルドの2014年7月売上高は、前年同月比17.4%減少した。客数は9.6%減と、客単価も8.6%減少する影響を受けた。翌月の8月では、 さらに落ち込む25.1%減に至り、この減少幅は2001年の上場以来から過去最大である。期限切れ取り肉問題の影響で、例年行っていた新商品キャンペーンが中止になったこともあり、売り上げ減少に歯止めはかかっていない。ファミリーマートも同工場の食品を仕入れていたため、該当する商品の販売を中止した。該当する商品の一つである、 ガーリックナゲットは7月1日から全国の1万店舗で販売し、東京都内を中心とした10店舗では、この問題が発覚した7月21日からポップコーンチキンが店舗限定の試験販売されていたばかりだった。これを受けてファミリーマートは7月1日からの販売分を対象にレシート自参者への返金対応を行った。一方、 日本マクドナルドは問題の食肉が日本に出荷された証拠がないと主張し該当商品の返金対応は行っていない。なお、これらの商品の販売再開は予定しておらず、ポップコーンチキンは実質1日だけの販売となってしまった。また、日本マクドナルドは中国との取引を中止したが、ファミリーマート社長は消費者に謝罪しつつも、 信頼できる他の中国の業者を探すと、中国業者との取引をその後も続ける姿勢を見せたことから、なぜ、それでも中国にこだわるのか、ファミマ社長の頭にあったのは、コストであり、消費者ではないなど、批判の声が上がった。日本ケンタッキーフライドチキンは、日本国産鶏を使用しているとのことであり、この中国企業からは、仕入れていないことを明かした。この問題を受けて、 日本国政府は外食産業での原産地表示義務付けを検討し、2014年内にも開始する議論を急いだ。中国ではマクドナルドやケンタッキーフライドチキンも同工場から仕入れていたものの、この問題の発覚から仕入れを停止し、上海副祉食品との取引が打ち切られた。その後、マクドナルドは新たな仕入れ取引先として同じ OSI グループであり、 カナン省にあるカナン副祉食品に切り替えるという方針を発表した。しかし、どうして OSI との関係を断ち切れないのかなどの消費者の批判の声もあり、7月25日から全面的に使用を取りやめた。中国のファーストフードチェーン店のリコスでは、朝食メニューとして出されていたサンドイッチのハムの使用が取りやめられた。バーガーキングも 上海福祉との取引を打ち切った。香港のマクドナルドでは同様のチキンナゲットが上海福祉食品から供給されていたが当初は輸入の事実を否定していた。しかし24日の声明で同会社から輸入していたことを認め販売中止した。またレタス、トウモロコシ、レモンスライス、グリーンサラダ、キュウリ、玉ねぎ、トマトなども同会社から仕入れており、 これらの食材の使用も中止した。マカオでは2014年の5月から6月の間には同工場から計576キロの冷凍系肉が輸入されていた。7月22日に同工場からの輸入と該当商品の販売が禁止された。米マクドナルドでも該当する問題の肉を同工場から仕入れており、2014年7月25日に 同会社との契約を打ち切った。その後に取引先を変更することを発表したが、その取引先が同じ OSI グループとして河北省に工場を置く、河北副祉食品となっている。ありがとうございます。